いやクォーターファイナルでもね、志望選手からね得点が生まれたんですよね、ダンカンだ、ダンカンのシュートが決まります。コーナーからショーターのジャンプちょっと落ちる、エドワーズリバウンド、そしてエドワーズ、ショーターはまあ外もありますけれども中のドライブもあります。原が行く、ショーターアタックしていく、ファールもらいました、シャノン・ショーター、そこにフォーカスすることだと思いますね。西村のスリー、リバウンドはいやサイズが取る、そしてこの高さですよね、エンドワーにもこの第2クォーターで自分たちのこうリズムをこう掴んでる、そんなブレイクで連続得点です。千葉田代のシュートいいですね、チームメイト同士取り合ってしまったんでちょっと引き起こしてしまったトラベリングみたいになってしまったんで、なってましたね、これいいですね、ここは一つきっかけにして追いつきたい琉球、流れを引き寄せてます。エヴァンス選手しっかりとショットクロック10秒切って、田代のスイー、2点差に詰め寄った琉球ゴールデンキングス、サイズがアタック、エヴァンスがついてますね、あーうまいステップいいですね、こう動かして自分でスペース作って勝負に行きました、トップからサイズのスリー、今日非常にサイズ選手が乗ってるんですよね、牧選手が期待に応えたっていうような今形だったんじゃないかなと思いますね。牧はもっと富樫のレイアップ、いや富樫選手が乗ってきましたね、早っ、富樫選手がねあのエンジンかかってきてますからね、おお波里のアタックです、いいですね、エドワーズのスリー、リバウンドティリ、あーここはサイズ、そしてコフリッピン決めます、素晴らしい身体能力見せましたね、これエヴァンス、岸本のスリーポイント、出ましたね、ステップサイドスリー、琉球はチームファウルは4つです。エドワーズダンクをここでぶち込んできました、ギャビン・エドワーズ、あーターンはクーリーのダンク、これまでやってきたものを、琉球がね今この時間帯で出しましたから、はい、まあさすがに大野ヘッドコーチもね、ショーターです、ショータースリーポイントだ、ここで決めます、決めてきました、時計が進んでいきます、85対96、今試合終了です。Bリーグチャンピオンシップ2020-21セミファイナル。